どうも、マホロです。ボールペンがやっていきたいと思います。で、一応ね、講座の方で途中まで終わってたこの年賀状、一つは終わってるんですけど、もう一つの方を完成させていきたいと思います。一応もうざっくりやってるから、あとは大まかにやるだけか。まあやっていきましょうか。
うっしゃ完成。まあ途中からでしたけどね、こんな感じになりました。やっぱりね、大変だったのはこのここ、白抜きにするために周りを赤で塗るのが大変でしたね。もうボールペンの持ってさ、これしかもね、この 0.28 細いやつだから持ちにくいんですよ。これでグリ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 塗るのが大変でした。あと比較的こっちの上側の、要は丸い円点点なんですけど、円を描きながら描くのは案外楽でしたね。まあこれ1枚目でも同じようなところがありましたからね、それと同じような感じだったんで、やっぱりこの塗りつぶしの方が大変でしたね。まあとりあえずこんな感じです。2023年うさぎ年ですね、それ用の年賀状のデザイン、ボールペン画でした。